おはようございます。本日のおすすめはこちら、陸中佐先生の文学少女対水学少女です。多分青春本格ミステリー、作中作を通してミステリー命題を描き出した短編集です。文学少女の陸中佐は自作ミステリー小説がフェアかどうか不安になります。そこで水学の天才菅西路に検証してもらうのです。ミステリア創作、フェア性などミステリー的命題を描きながら紡がれていくユリ物語、急に来る関係にドキリとします。ぜひお読みくださいませ。